はいどうも、ごとさんです。アマネツク用のねガチャが始まったので引いていきたいと思いますが、さあ、まあ 1% をね、しかもピックアップのやつが出なきゃいけないと。はい、で11枚ね、引けるガチャがあるので、ガチャチケットが11枚あるので、まあちょっとすみません、単発なんですけど引いていきますが、まあ、単発はね、まあ、はいはい、キューベ出たらもうほぼメモリアですね。左のキューベがメモリアで、まあ、右にね、ウイカ、もしくは4人の確定、星4確定が出ないと、あ、光、光ではないね、闇、左が闇が来るとね、闇の紋章が出ると、お、星3でしたね、ありがとうございます。なんか本当、星3の魔法少女を引けすぎたと思うんですけど、まあ、10連で引いてるから、プラスされてる分があるんでしょうけど、星3に比べて星4魔法少女の出ないこと出ないこと、なんかもうね 1% の闇を感じますよね。行きましょう行きましょう。さあ、あーまた9、まあ、メモリアか、はいはい、まあ、メモリアね300個まで持てるようになって多少良くなりましたけど、 まだまだやっぱりこんだけ課金すると足りないですね。で、おお、星4何のなんか前兆もなかった気がしますけど、あのね、何でしたっけ、線がふわーって流れるところでレインボーのね、この線じゃなかった時はもうほとんどね星4、レインボーじゃなくて星4が出ることはあるんでしょうけど、こんだけ引いててもほとんど見たことないな。50回に1回ぐらいしか出ないんじゃないかな。あ、うい、星3の光だからハズキとかかな。はいはいはい、本当に、はい、ありがとうございます。光はね、もう窓かも貫突してますし、星4が出たとしても、あとディフェンスタイプの心か、心もうちょっとね使えるようになってくれるといいんですけど、ディフェンスタイプってなんか意外と皆さん不評ですね。なんかあのロボットみたいなのって意外と好きなんですけど、さあさあさあ、単発で来るような奇跡は、一番最初に引いたマドカは実はあのリセマラの時の単発なんですね。10連で出なくて残りの石を回してたら、あの派手な変身が来て、一番初めにね見た時、ああ闇、闇ですね、闇の紋章流れたけど虹の、あ、はいはい違うか、はい星2ですね。いやー、このレインボーの線にね一瞬見間違っちゃったりする時もあるんですけど、薄いピンクとかも混ざってるので、あなたの因果に起きた異変、いやー単発ガチャチケットもな頑張って交換してるんだけど、やっぱ出ないかな。10連なんでね、それなりに出る期待値はあるんですけどね。11枚、はいはい、あ、星3魔法少女以外2枚出たのかな、あ違う、葉月も出たから3枚出てるのか、すごいな。え、またマジか、あ違った、10連始めてた。もう今惰性で、はいはいはい、あーありがとうございます。さあさあさあ、もう機械的にました、はい、これでガチャチケットは終わって20連目か、 OK です。ガチャチケットの11連は数えないようにしましょう、あれはもうおまけですね。光、おお、魔法少女揃ってましたね。おお、超久しぶりだ、ありがとうございます。でも光だったな、光の魔法少女が確定演出の前に来てくれればまだ期待できるけど、光も違う違う、光の星2とか来ちゃってくれ、星3の光とか来てくれると星4の闇が期待できるんですけど、光はね、マドカか心でしょ。星4、マドカはもう貫突してさらに2枚ぐらい余って引いてるぐらいなんで、いやー、なんかね、もうちょっとこうかぶったの、もう3体だけじゃなくてもうちょっと使えるようにしてほしいなっていうのが正直な気持ちですけど、まだ取ってあるのでね。いやー、光はやめて、もう窓がだったら本当心折れるわ。 1% は木ね、はいはいはい、星さん来た、ありがとうございます。あー、またまた違う木、これレインボーじゃないと星4出ない気がするんだけどな、出るのかな。おー、来ちゃった、うわ光だ、やめて、あー、 OKOKOK、 心はまだ貫突してないので、ありがとうございます。これで2突できるのかな、
ココロはイベントで確かもう一個とつれてた気がしますけど、気のせいかな。うわー、闇が流れたけど右はダメですね。イロハの背中、後ろ姿、はい、ああありがとうございます。2枚目、おお意外といい。さあ、おお来た虹、あ違う違う違う、虹のねメモリアか。おお闇、まあ出てるか、闇の星にね。ああもう40連ちょっとここら辺もうメモリアのね整理が、とにかくこの重課金というかガチャ引きまくるユーザーにはきついんですよね。なかなかきついんだよなこれが。頼みます。まあちょっと整理しますけど、まあ、ゲームとしてはね、ストーリーがとにかく配信されたのをやるのと、イベントを延々と周回するっていう遊び方なので、どうだろうな、正直あまりみんなと他のユーザーとバトルとかっていうのもあんまり楽しんでやれてないので、せっかくねこんだけ面白い、なんかフェイトに比べるとやっぱガチャ、あの売り上げの落ち方が早い気がしますけど、どうしたら面白くなるかな。大好きなんですけどね、ガチャ、ストーリー、もうストーリーの配信待ちですからね。まあ映画を見るようにストーリーを楽しむっていうのでいいんでしょうけど、まあ頑張ってね、ほぼ星4の魔法少女ほぼコンプをしてますけど、火のね彼女だけ、トトゲですっけ、モモコだけ持ってないので、さあ40連目いきましょう。100連分石を用意したのでね、まだまだいきますが、割引の石をね高いやつ取る。ああ、おおマジか、なんだなんだ、ウイが出ても感動するのに4人の魔法少女に2回目、しかも左今キューベでしたね。キューベというかミニキューベ、ミニキューベで魔法少女とかウイの時すごいピックアップが出てることが多い。来た、頼む、闇はすげえ魔法少女多いけど、変身シーン始まれ。はじめまして、天音つくよでございます。喜びの音色を奏でようと思ったのでございますが、そちらにつかさちゃんはいるでございますか。いや、このね弾いた時のボイスってここで聞かないと、なんか後で聞く場所ない気がするんですよね。なんかあの何人かの魔法少女ちゃんと聞けてなくて、動画にも残ってね途中で終わらしちゃってるやつとかもあって、この弾いた時のボイスをね大事にしていければなと思います。まあ、こんな形でね、もういつもとにかく弾けるまで頑張って弾いてます。こんな形でちょっと今回早めに弾けたのでアップしましたけど、ご視聴ありがとうございました。